ははいどうも、えー、こんばんばです、えー、ちょっとねパチンコの遠征連戦、えー、中でちょっとビジネスホテルからそして結構喉が枯れてる状態から動画を撮ってるんですけども今日はあの猫、ー、天ちゃんっていう女の子の YouTuber がなんかあの活動を休止引退、えー、するっていうことで、まあ、ちょっとそれについて、えー、僕のね思うことをお話したいと思います。なんかあの猫っていう まあ知らない人に説明するとすごいええまあ若い層から人気の女の子の YouTuber がいてなちょっとアイドル的な感じであのまあ男子の人気がすごい高いね猫てんちゃんっていう女の子の YouTuber がいるんだけどもその子のえ卒業アルバムがなんか流出してで名前とかがバレちゃって。 ということでえー、となんかまあ20万人ぐらいいるツイッターを削除して YouTube もなんかしばらく休止しますみたいな感じで、えー、今動画が上がってない状態にあるという感じででなんかこうインスタかなんかに結構愚痴を漏らしたりねしてるみたいでね、えー、まあ卒ある流出からの休止っていう流れにね今いるらしいんだけどもねまあ、僕からちょっと言わせる もらうと逆に流出しないとでもなんか思っ,たのかなっていうあのー、まあ YouTuber って多分みんな有名な人そうだと思うんだけどもやっぱ住所本名とか、えー、家族構成とかは基本もうバレちゃうというか。 まあある程度こう、バレちゃうのは仕方がないことで。もちろんね、そのね、あの、それこそヒカキンなんてさ、同級生みんなわかるわけじゃん。ね、あ、ヒカキン、今こんな有名になったんだでもちろんね、あの、卒アルを出すやつもいるし。いや、それ、ね、当たり前でしょ。で、俺も結構あの、街中で顔がさしてさ、で、写真を勝手に撮られてアップしたり、アップされたりとか、 えー、なんかこう、住所、俺の家がバレてるからね。俺のお家に結構、いたずらとかされたりしても。まあその時は怒ってるけれども、まあ怒ってるし、えー、まあ、あ、まああってしょうがないことだと思ってる。まあしょうがないとはいえ、来たやつには怒るよ。来たやつには怒るんだけども、さしょうがないことになのよ。やっぱこの、顔をさらして、オープンにして、でなんかこう情報を発信するっていうことは。で、 まあなんてこう有名になってでその有名になった対価としてなんかええー、お金をもらうってうことはまあある程度その自分の情報が漏れてしまうっていうのはしょうがないことでで猫店長はもう70万人とか結構登録者がねもう100万人近いぐらいいるのにえまだそんなことを気にしてたんだっていうかまだバレないとでも思ったんだみたいな感じでこれはちょっと意外だったね そうそう女の子だったら過去の恋愛の経歴とかも,もっとなんかもしあのちょっと荒れな方向に行くとしたら過去あなんだろうハメ撮りじゃないけど、えー、彼氏と一緒にキスしてるシャメとかが出回ったりとかエッチしてる時の,あの動画とか画像とかがこう元彼からアップされたりとかそういうのって当たり前に あることだと思うのよ。まあ、芸能界でもあることだから、YouTuber でもあると思うの。で、それを、なんか、覚悟せずに、そもそもやってたのかなっていうのが、すごい、俺は、意外だったね。うん。で、俺は、なんかすごい、まあ、今、YouTuber を目指して、動画を、あの、何の、考えもなしにアップしてる、あの、子供たちいると思うけども、その子たちに、こう、言えることがあるとするならば、もう、えー、YouTuber になって、 有名になるっていうことはプライベートは全部捨てるものって思った方がいい、うん、プライベートなものはない、ね、どこでご飯食べてるかどんな女性とお付き合いしてるかどこでいつ何をしてたかっていうのは基本有名になれば全部バレちゃう自分の YouTuber になる前の過去も全部バレちゃうそれと引き換えにお金をもらうことが ユーーーチュバだったり芸能人うーんっていうことだと思うしで実際そうだと思う。っていうことであのただただなんとなく「あのヒカキンが面白いから」とか「俺もはじめ社長みたいになりたいから」って始めるとまあそれが何て言うんだろうなそれこそ将来の自分のね就職活動に影響したりとか人間関係に影響したりするから軽い気持ちで。 やっぱ YouTube って始めるべきではないしだから猫てんちゃんもいやそんな軽い気持ちだったんかなと、えー、俺はちょっと思ったねうんまああとでもなんかあの結局あの俺,俺思うんだけども猫てんちゃん戻ってくると思うなやっぱこう人から注目されるまあすごいデメリットはあるけども人から注目される快感ってあってで自分 がこう言ったことに対してレスポンスがもらえたりとかもしくはこうチヤホヤされたりすることってあの他のなんか日常生活とかでは味わえない快感だからだからそれはあの今後の人生でそれがなくなると多分すごい欲すると思うだから猫天ちゃんはもう名前も過去の卒業アルバムの写真とかも全部もうさらけ出してオープンにしてでなんか結局のところ なんか戻ってくると思うけどねやっぱそういう注目される快感っていうのは、まあ、人は忘れられずにねえ絶対また求,求めると思うからそこっていう感じでまあまあ今は休止してるけど、まあ戻ってくると思いますそしてあーまあネットでね配信するんだったらそこら辺は全部切り捨てなきゃやっていけねえよってやっていけねえやってけねえって思ってなかったんかなとちょっとま疑問に思ったみたいな、えー、そんな話でしたはい。 えーユーチューバーを目指している子供たちも、えー、気をつけてくださいねユーチューバーになるってことはプライベートを全部捨てるっていうそういうことですよはいそんな感じで、えー、柴田でしたそれでは